今回ですね、ダインスレーブ超級曲風を自陣ほぼ無課金、なおかつ、ピリカなしの編成でやっていこうと思います。パーティーこんな感じです。やっていきましょう。でね、この編成は運母前提にはなってしまうんですけども、しっかりね挟まることができれば結構ね簡単に勝つことができちゃいます。なのでね、ダインスレーブ超級曲風が勝てないよって方はぜひねこの編成を参考にしてやってみてください。ジョン万次郎は基本的に、常にこの左下に張り付いておくようにしましょう。で、もう一つ重要なところで言うと、これね、左下ぴったりじゃなくて、ちょっとね、上の方にずらして、これて、停止させてるんですけど、これなんでかっていうと、他属性を連れてった場合、これね、水属性だけで編成すると、火だめってね、実際その火柱以外、そんなに痛くないんですけども、他属性を連れてった場合ね、そう、価値のレーザーがこれ1万7000ぐらい食らっちゃうんですよね。でそれが本当に痛すぎるので、配置だけは十分注意して、立ち回っていきましょうって感じですね。はい。でまあそうですね、この挟まるのがねやっぱ難しいと思うんですけど、ここに関してはねもう本当になんていうんですかね、コツとしか言いようがなくて、その解説をしたところでなんて言うんだろう、そのめちゃめちゃ楽になるよっていうわけではないので、本当にねその挟まるのに関してはやっぱり練習してね、ひたすら練習してもう慣れていくしかないのかなっていうところですね。はい。でまあそうですね、この挟まるのをねミスっちゃうと結構ねきつくなっちゃうんですよね、超級曲風の場合は。はい。この火柱耐性がねつけれないっていうのが、結構ネックですね。やっぱりねその適正幅が少ないっていうのもあってね、そう無課金、それこそキャラ持ってない方、もうマスターコーブすら持ってないよって方はねめちゃめちゃきつかったと思うんですよね。でそう、ただフレンド枠ねピリカが湧いた場合ってめちゃめちゃ簡単になるんですよね。もう別ゲーぐらい簡単になるんで、ピリカね、もう本当に勝てなくてどうしようもないって方はやっぱ、引きに行ってもいいんじゃないかなって思いますね。普通にキャラの性能としてもめちゃめちゃ強いんでね。はい。んで、キーになってくるのがこの中ボスです。はい。僕はなんですけど、これね、雑魚処理からやってもいいんですけど、僕はこの編成だったらボス特攻の方が強いと思ってます。はい。なんでかっていうと、さっきまでのクエストって、クエストじゃない、さっきまでのステージって、価値のホーミングとかね、あ、ホーミングじゃない、レーザーとか属性攻撃が多かったんですよね。でこのステージに限っては、スルトしか登場しないので、価値がいないんですよね。なのでそのジョン万次郎が攻撃を食らっても、ね、変わらないんですよね、水属性が食らうダメージと。そうなので、ここねボス特攻をしてあげて、倒していく、突破していくっていう方が安定します。はい。なので、今回はねボス特攻してる。でこれはねアイテムを取らないといけない、3つ取らないとね四五十が発動しないんで、アイテムを取りについでに雑魚処理っていう感じの今のムーブですね。だから何ならそう、倒してなかったら負けですね今のは。はい。で、まあ、そうハートを取りながら挟まりに行くと、はい、戻ってきて挟まれると。はい。でもここまで来ちゃえばねほぼ勝てると思います。はい。んで、続いてのポイントですね、守護獣は、SS を打つジョン万次郎の1個前で打ちましょう。これをしてあげないと、20% パワー 20% アップのバフが乗らなくなってしまうので、本当にそこだけ注意です。これねもう本当ミスっちゃうともったいなすぎるので、はい、慎重にね使っていきましょう。でここですね、まあそう適当に動いていいんですけど全然ね、ここで四五十打って、はい、ジョン万次郎に 20% のバフを与えてあげると、はい、これね全員バランス型なんでね、んでこういう感じずれても、はい、SS を上って当てることができる位置にずれてくれますので、そのままね SS を打ってあげると、はい、9億8000万ぐらい出ます。これでね一気にラスゲまで飛ばすことができて、なおかつねそのボスの HP もうめちゃめちゃ削った状態で、出ます、出ますじゃね、なんていうのそう削った状態になります。こんな感じですね。はい。もうここまで来ちゃえばね結構楽だと思うんです。やっぱねラスゲが非常に HP 多いしむずいので、ここまでね持ってこれるっていうのはすごいジョン万次郎のね強みなんじゃないかなと思います。でもう一つねポイントが、ここのポイントがあって、油断しないことです。僕ねこれめちゃめちゃ油断して、あもうかあのなんていうの、そう運棒も出たし、これね確か運棒出て一発目で勝ったんですよね。そうで、あなんだ余裕じゃんって思ってめちゃめちゃね油断してたっていうのもあって、結構ぐだっちゃいます。はい。そうぐだるとやっぱり、どれだけね完璧にここまで運んでこれても勝てないので、しっかりね油断しないで、立ち回っていくっていうのもすごい大事になりますね。はい。
でもここの挟まり方も別に、薄く挟まってもいいですし、今みたいにね角度つけて挟まってあげてもどっちでもいいかなって感じです。ダメージ量はねそんな変わんないですね。まあ、斜めに弾いてあげてやっぱりしっかり挟まった方がダメージが出るには出ます。はい、でねこれそう火柱がねめっちゃ出ちゃって危なかったんですけど、はい、金波がね湧いてくれたので運よくって感じですね。これ金波湧かなかったら挟まんないと負けっていう場面なんでね。そうで、そう、そのねアイテムに関してもそうこのパーティーだと結構ねやっぱりシナジーが良くて、なんでかっていうとそう運極のねキャラを連れてってあげることでアイテムが湧きやすくなるんですよね。そうなので、それでね金波が今回出やすかったっていうのもあって、まあ、助けられたかなっていう感じですね。そうやっぱりこの編成ねすごいシナジーがいいですね。いろいろこの HP が低い分やっぱりダメージ食らうとね結構きつくなっちゃうんですけど、このヒツガイとオシロンのねドレインとかもすごい相まってめちゃめちゃやりやすかったですね。はい、これで挟まって終了って感じです。はい、ぜひね参考になったよって方はチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。 Twitter、TikTok、Instagram もやってますのでそちらのフォローもよろしくお願いします。